皆さんこんにちは、東京印象館の奥村と申します。よろしくお願いいたします。本日のプログラムなんですが、前半ではバーチャルアートブックフェアのサイトにて販売させていただいております写真集を中心に、プリンティングディレクター高柳から製版印刷設計、こちらのポイントですとか、あとは制作時に写真家の皆様、編集制作の皆様からいただいたいろんなエピソードをご紹介させていただきたいと思っております。じゃあそれでは高柳さん、よろしくお願いいたします。はい、まずは、関書房様からですね、2018年2月に刊行されました、写真家亀山亮様の、山熊田、こちらをご紹介させていただきたいと思います。こちらはですね、新潟県と山形県の県境にある集落の生活を撮影した写真集となるというふうに伺っております。では、こちらについてポイントとか、はい、お願いします。そうですね、まずですね、本日これから、徐々に 順番に、写真集紹介させていただくんですけども、岸君はですね、全てこうモノクロ表現の写真集の紹介になります。まずですね、カラーも含めてなんですが、モノクロ写真の表現ということになりますとですね、まずどういう行為を我々 PD は工程で設計をするかということになるんですが、まずですね、最初にお預かりした原稿、それを直接プリントをダイレクトにスキャニングして画像を取り込む、あるいはそれを印刷見本として画像データをから製版するということになると思うんですが、やはりですね、まずその写真のポイントをどこに置くかというのを入稿会議の前に、あるいは入稿会議時にですね、きちっと把握しなければいけません。まずですね、どのくらいの強さで、どのくらいの濃さで、インクの濃さで写真集を印刷して仕上げるかということになりますね。これが難しいところなんですね。例えば写真によって同じ写真家さんを捉えても、一点一点全て明部がフラットなもの、あるいはコントラストの高いもの、あるいは中間のボリュームが多いものと、一点一点全て差がありますよね。それをできる限り全て同じ濃度で印刷は多面付け、一点の写真がするわけじゃありませんから、面付けられて4ページないし8ページの面付けで面付けられましてですね、まあ多いのはもっと多いんですけども、印刷されるものですから、全て同じ濃度でするということが最終目標に基本的にはなります。その時にではですよ、明部が多いものをどう製版しとくか、中間が多いもの、中間域の濃度部分が多いものをどう製版するか、あるいは暗部階調が非常にデリケートに出てるものをどう製版するかという設計が非常に重要になりますね。インクは濃い濃度で印刷すればするほどですね、中間のボリュームはぐっと増えてきて、暗く、場合によっては暗くなりますし、暗部、黒いところの階調はですね、潰れやすくなります。そういうことをですね、一点一点写真家さんお一人お一人、入稿会議をした写真家さんお一人お一人、あるいはそのお一人お一人の中でも写真一点一点をですね、全て制御、自分なりにその入稿会議のご意向、写真家さんのご意向に従って、編集デザイナーさんのご意向に従ってですね、製版します。これは全てカラーのものもそうなんですが、まずですね、では本論に入ります。亀山亮さん、山熊田の写真集ですよね。まず亀山さんとお会いした時にですね、非常にですね、こうなんていうんですかね、あまりこう多くを喋ろうとしなかったですね。もちろんそれに代わって代替してデザイナーさんとかがその要望をお話しされるんですけども、やはりですね、まず朴訥としてて、あまり多くを語らない写真家さんですから、じゃあどうしようかということを我々考えるわけです。そうしますとですね、全て写真集入稿会議の時にですね、一点一点この私なりに一点一点の写真に対してこう感じたことをですね、これは中間のボリュームつけましょうか、あるいはこの暗部のディテールは少し強調しましょうか、あるいは印刷でこの暗部のディテールは大切にして潰さない方向でいきましょうか、あるいはこの熊ですよね、狩猟で打ち取られた熊のこの目元を強調しましょうか、というような話をですね、一点一点こうさせていただきました。それでもって完成した山熊田という写真集になります。これがですね、私にとってもですね、やはりなかなかこう普段こうそのまたぎというんですか、こう猟をする方々のこう場面というのはあまり見たことがない、当然映像でも見たことがないので、結構ワクワクしながら写真製版印刷を やりました。結果としてですね、やっぱりその猟をすることの、おそらくこう動物に対するこう畏敬の念だとか、あるいは感謝だとか、あ
るいはその自然の厳しさだとか、そういうものが最終的にこの一冊の写真集に表現されてればいいなと思って写真生が印刷した作品になります。後書きでも書かれているように自然の中へ奥深く入り込み、命のやり取りをしながら自身と深く向き合う、遠い昔からずっと続けられてきた彼らの栄誉に強い生と死の手触りを感じるというふうにお書きになってますね。当然この仕事が入稿するにあたり、私我々は亀山様や編集者の方々と関係者とですね、いろんな話をさせていただいて、その中で亀山様の暗黙知、要は亀山様が表現したいことをどう表現するかということを手探り状態で考えていくわけですが、私の中で最初にプリントを見た時にですね、やはりこの人間がですね、自然と一体化している、例えば言葉を変えれば自然に溶け込んでいる、あるいは自然に生かされているといいますか、共存共栄をしているとか、そういうこう自然の中の一個人としての人間という雰囲気を非常に感じました。ですから実際この写真集の中では、例えば人物だけを背景からバックの自然な風景からですね浮き立たせようとか、そういうことはあまり意識していません。ただしですやはりこういろんな営みの中で人物の表情がかろうじて見えるようにとか、そういうことっていうのは意識してやってます。とにかく意識したのは自然と一体化している人間の営みをどう表現するかということを一番注意深く考えて製版印刷した写真集です。最近はねジビエの肉も流通はしてるとは言うんですけど、なかなかこう食べる機会はないし、またこの人たちマタギの方々と同じようなこのを食べるということはできないんでしょうけども、ただこれだけこう本当にこう便利な社会になって自然と一体化して生きて、また命をいただいて熊に感謝し自然に感謝して生きている方々の姿というのがですね、私にとってみると非常にこうなんかこう懐かしく感じるんですね。やっぱり人間というのは本来そういうものだったのかなと思って、私はこう非常に懐かしさを感じて、またこういうところで少し、まあ、ずっとは今の私では住めないんでしょうけど、やはりこうふーっとこういうところでこう現代のこの忙しいといいますかね、いろんな情報、場合によってはこう肩かもわかんないですよね。その中でこう繰り返しますけど、自然と一体としている方々の営みを体験してみたい、ずっとは住めないと思うんですけど、またやっぱりゆっくり1ページ1ページいろんなことを考えながらこの写真を見てみたくなるという写真集ですよね。ゆっくりページをめくりたいですよね。そういうふうに私は感じてこの写真集を見てます、はい。はい、ありがとうございました。では続きまして、次の、書籍をご紹介させていただきます。こちらはですね、東京オペラシティアートギャラリー様にて、生誕100周年の展覧会が現在開催もされております。でまた東京オペラシティアートギャラリー様、こちらのバーチャルアートブックフェアにも出展もされておりますけれども、石本康弘様の先ほどの生誕100周年の同展覧会の図録ともなっております。平凡社様から発行された石本康弘生誕100年、こちらのご紹介を、じゃあ高梨さんよろしくお願いします。はい、まずですね、石本先生と私はですね、写真集を受注させていただくという関係なんですが、石本先生の最晩年のですね7、8年の写真集は全て私プリンティングディレクトをさせていただいてます。当然こちらはもうお亡くなりになってからの写真集になるんですけども、まずですね石本先生とやったいろんな写真集、桂離宮ですとかマンダラですとか、あるいはシカゴですとか、時ですとか、色と形ですとか、いろんな思い出があるんですが、まずですね、その一番強く残っているのは最初にやった桂離宮ですかね。そちらに今用意はされてるんですけども、その桂離宮なんですけども、この写真を見た時にですね、まず最初に石本先生とお会いする前に原稿化石工場の方に送られてきましたので、これを見た時にですね、とにかく
完成度の高いモノクロプリント製版原稿だったですね。まずですね、水平垂直がピタッと決まってるんですよ。で、本当に全てのご要望はノートリミング、そのまま出してくれということですね。とこのアナログの時代にどうすればこんな空間を、空間に広い空間をこういう撮影ができるんだろうというようなですね、疑問が湧きました。簡単に言うとですね、いろんなこの疑問点はあるんですが、名部も飛ばさずに暗部の会長も潰さずに強いんですよ。暗部の強さを持ってるんですね。どうすればこんな写真が撮れるんだろうというふうにですね思って見てました。で、それ以後全ての写真集入稿会議やってるんですけども、入稿会議ですね、石本先生とお会いさせていただいた時に、やはり写真と同じですね、まずこう何て言うんですかね、こう言葉で言ったらば、一言で言ったらば凛としてるっていうんですかね、こういい意味でこう気高いというか、背筋がピッと伸びてるというか、人間的にも本当にそう自分に対しても厳しい方でしたし、当然写真のプリントを拝見すればワンカットについて焼きを変えたりして最低でも5枚ぐらいはお焼きになってましたからね。当然入稿会議に際しては編集の方、デザイナーさん、それと私でですね、5枚ぐらいのプリントの中から、じゃあこの拡大率、今回の写真集のコンセプトはこれだねっていう形でこう選び抜いてきてますから、仕事に対してもものすごい厳しかったっていう印象がありますし、当然できる要求される写真集についてもですね、かなり厳しい要求をされました。ただそれを一生懸命答えるべくやりましたですね、生誕100周年の方の図録はですね、ダブルトーンプラスニスですね、こちらの桂離宮はトリプルトーンプラスニスですね、はい、墨、校長墨版、グレー版プラス絵柄に入ってるニスのニス版の4色を使って製版してます。何しろこの完成度の高いモノクロプリント原稿だったので、写真集もできる限りそれに負けないような写真集を作ろうと思った気持ち、強い気持ちを持って製版印刷させていただいた写真集になります。実際の印刷の時には、はい、石本さんにも何度か弊社印刷工場まで、現場まで足を運びいただいて、うん、はい、実際にその立ち会いをしていただいたというのを聞いておりますけれども、はい、その時の何かエピソード、最初にお会いした時はすでにもう80歳超えてたんですけども、やはりですね、いい意味でですよ、そのアメリカで その教育を受けられた方なんで、いい意味でこうアメリカナイズされてるっていうんですかね、80歳を超えた方がジーンズ履いてウエスタンベルトをされてですね、一個抜かしで当初の調校施設に階段を2階にあるんですけど、一段抜かしでこう上がったり降りるときは行っちゃったですね、上がってってそれで食事がですね、今日は印象館の食堂で食べたいって言われたんですよ。それで先生、何食べますかって言ったら、カレーライス食べたいってことですよね。で、先生、普通でいいんですか、大盛りですか、大盛りがいいって、大盛りのカレーライスをですね、まあ印刷会社ですから、どちらかというと量多いんですよ、印刷会社の食事っていうのは。当時食堂がありましたから、その中で大盛りのカレーライスを美味しそうにペロッと食べてですね、ごちそうさまでしたっていうのがですね、やっぱりお元気の秘訣はこれだなと、しっかり食事を食べる人はやっぱ強いんだなっていうのを感じましたね。あとですね、もう一点その覚えてるのはですね、奥様ご自宅伺った時にですね、いろんなエピソード話を、石本先生の話をお聞きしましてですね、あの細い体で石本先生の撮影機材を担いで移動したとおっしゃってましたから、ものすごいこうバイタリティ溢れてるんだなと思って、全然外見とは違うなっていうふうに感じたのを思ってますし、またその石本先生らしさというのはですね、お日様茂子さんが残念ながらちょっと先にお亡くなりになって、その後石本先生お一人でお住まいだったんですよ。何かの機会に私お尋ねする、ご自宅をお尋ねする機会があったんですが、毎日ですね、ずっと石本先生お元気の時は掛け膳をしてるとおっしゃってました。こういうことってやっぱり気骨がある人は違うなと思って感心した記憶があります、そんなイメージですね。石本先生に対して本当にやっぱりこう私にとっては大きな星だったんですから、何としてもその答えようと頑張ったというか、仕事ですから頑張るのは当然なんですけど、私なりにもいろんなことを考えて製版印刷をした記憶があります。
ありがとうございます。こちら桂離宮についてはで高根さんの比較的その白色度が高くなる、はい、クリーム色 とまでは言わないんですけれども、はいはいはい、紙をお使いになって、はい、おりますけれども、はい、こういった紙の剪定の、目的というか、はい、というのはどういうふうに捉えて、製版設計をされたんでしょうか。はい、基本的にはですね、その紙は白色度が高くて、要は白ければ白いほどよくて、平滑度が高い方がいいというのが正しいんですね。平滑度が高ければ手にした網点の形が綺麗ですから、画像は印刷面はシャープに見えますし、白ければ白いほど発色色気は綺麗に出ますので、印刷面も綺麗に出ますから、そういう意味ではいい紙なんです。いい紙というのは物理的にいい紙、印刷会社の立場が変えればいい紙であって、ではその写真集そのものの雰囲気だとか風合いだとか、その辺はですね、やはり白い紙以外の選択肢、白くてツルツルの紙以外の選択肢というのが、人間やっぱり感性持ってますし、またその印刷物の場合はですね、よく五感で感じるよと、写真集は五感で感じるよ、人間の五感に訴えるよって言うんですけど、まあ五感は味は分かんないでしょうけど、舐める人いないでしょうけども、やっぱり少なくともインクの匂いですとかですね、やっぱり紙の手触りだとか、印刷された写真面の柔らかさだとか、そういうことってのをやっぱり感じる、要は感性の部分では、白ければ白いほど、白色度が高ければ高いほど、ツルツルであればあるほど、平滑度が高ければ高いほどいいという判断基準ではないので、ですから特にこの、まあ、私も諸外国、外国のその印刷用紙の事情というのは通じているわけではないんですが、あくまで体感ですけども、やはりこの国の日本人という特性、要は本当に細かな部分までこだわるという部分で、日本の中でこれだけ多くの銘柄の紙が流通していて、流通しているということは、それによってほんのわずかな違いでもやっぱりこう感じられるという人が多いんでしょうね。だからやっぱりこの少なくとも白ければ白いほど良い、ツルツルであればあるほど良いという紙だけではないのがこの国の良さだと思うし、また写真集印刷物の楽しさだと思いますけどもね。ありがとうございます。では石本康弘さんの、写真集桂離宮と、開催中の展覧会の図録石本康弘生誕100年、この2冊をご紹介させていただきました。ありがとうございました。続いて、参りましょう。こちらになります。こちらについては高柳さん、いかがでしょうか。はい、これはですね、過去森山先生の写真集は、近年のものはオフセット印刷の写真集はほとんど私やらさせていただいてるんですけども、今回についてはですね、これはですね、やはりあのデザイナーの町口聡さんという方のアートディレクションのもとにやっています。復刻本を作るわけではないんですよ、再構築版を作りたいということなんですね。森山先生と、ですから珍しくですね、これについて私直接先生と品質について話をしたことはありません。これは逆に町口さんから、デザイナーさんから、いや森本先生が初版とは別物だけど、これはこれですげえなっていうことをおっしゃってたっていうのは聞いたことあります。ですからその中で、まず森本先生とのそのイメージ、森本先生のイメージ、過去いろんな写真集をさせてもらってますけども、やっぱり判断早いですよ、うん、おそらくストリートスナップというんですか、パッと瞬時に写真を撮りになってますから、だからもう印刷物に対しても、もう自分の中でも基準が決まってるんですね、しっかり。どんな、例えば写真集を、いろんな写真集を出してますけど、ですからある写真集はこれ、ある写真集はこれという形ですね。ですからパッと見ていい悪い良いの判断すぐされますし、ですからそういう意味ではものすごい判断力が早いなという気がいたしますね。それと意外と森山先生の写真、白黒はっきりしたコントラストの強い写真集で、どちらかっていうとこう、なんかこう大胆なイメージかもしれませんけど、実はですね、森山先生の写真って最近はもうデジタルデータで入稿してくるんですけども、デリケートな写真が多いですよ。でデリケートな上にですね、暗部の濃度は基本的にはしっかりギュッと締めない、どんな紙を使おうと、どんな写真であろうと、暗部の濃度はキュッと締めなきゃいけませんから、ということは印刷は盛り込まなきゃいけませんから、インクを多量に紙に転移させなきゃいけませんから、当然インクは転移量が多ければ、要は濃度が強く印刷すればするほど
暗部の会長は潰れやすくなりますし、中間はドットゲインといって網点が太ってきますから、それとプラス被膜圧、転移したインクの膜圧もインク量も増えますから、ですから暗くなります。その辺の兼ね合いで製版設計はかなりデリケートなことを考えつつ、本番の印刷濃度を意識した製版設計になってます。結構そこは写真もデリケートですから難しいところはありますけど、でも楽しみながらというかやってますけどね。でこちらその写真集について言うと、アートディレクション町口さんです。やはりですね、町口さんのですね、そのものづくりに対するこう思い入れというか、これはですね、団地に圧倒的に我々に当然要求してくるご自身のものづくりに対する気持ち、志の高さがありますから、それに対して印刷をそこまでどう持ってくるか、持ってこなかったら OK 出ませんから、そういう意味ではですね、結構自分自身も町口さんに負けないだけ、でアートディレクターに負けないだけの気持ちで製版印刷しなきゃいけないなという気はしますよね。このスペックを見ますとね、ちょっと奥村さん、すいません、写真を紹介してもらえますか。はい、はい、このページ行きましょうか。紙が OK ピクシードという紙ですよね。平滑ではありません。ですからインクは沈みます。でなおかつですね、正式にはこの角板がこの版ですよね。この版形が初版本だったんですね。このモスグリーンのところです。これを最終的には5冊再構築するんで、まあ4冊再構築するんで、全て同じ半径の写真集に収めるがためにこういう形を取ってるんですけども、町口さんのですね、こだわりの最たるところを2つお話しますね。まず本も1点ですよ。これもちろん印刷は墨、グレー、高調墨、それとマットニスの4色で吸ってるんですけども、この普通我々印刷会社としては、こう角板ってのははっきり写真の角板って分かるようにするために彩明部飛ばさないんですね。でも町口さんに、私最初にですね、町口さんこれ角板って分かるように最小点グレー 3% 入れますねって言ったら、 3% ですよ、 3% の彩明部にグレーの網点を入れますねっていう話申し上げたら、いや 3% じゃ濃いよと、ギリギリ、いやかろうじて分かる角板にしてほしいっていうわけですよね。そうすると網点っていうと、用紙のですね、凹凸がありますから、クレー層でも平らにしてないですから、凹凸のこのピークに落ちた網点と谷の部分に落ちた網点で着肉が、要は印刷網点の形が変わってしまうんですね。そうすると谷の方に落ちた網点っていうのはインクがつきにくくなりますから、カサ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 して安定した点を印刷するには 3% 必要なんですよって話をしたらば、いやギリギリ部分的には飛んでもいいよと、遠目で見た感じで角板と分かればいいということですね。私ね、最小点の設計を 2% にしたんですよ。ですから角板とはいえ名部側はですね、ついたりつかなかったりしてる、ほのかに角板で分かるような、本当に精度の 1% を 1% でハイライトポイント制御してあります。で暗部については、初版のグラビアに、グラビアの濃度に負けないだけに高調墨版っていうのを使ってしっかり盛り込んでます。それとですね、一番こだわってるのが各4巻とのこの表紙なんですけども、よし、綿紙です。本当にこう手触りのいい、 綿の紙というくらいで手触りがいいんですけども、手触りがいいということは平滑度が良くないですから、発色は良くありません、着肉も良くありません。じゃあこれ何、これ何色使ってんのという話になるんですけど、まずですね、ここですね、プロセス4色を吸ってます。プロセスの普通の4色刷りですね。ところが発色が良くないし、色も暗くなってしまいますから、4色プラスですね、こちらこのモスグリーン版を吸ってます。次薄茶を吸ってます。それにこの文字のところ、もう一版墨ダブルにしてあります。で結局4色、プロセス4色プラスモスグリーン、それと薄茶、それと炭飯、それとマットニスの8色製版になりますかね。ですからそういう形でですね、完成した写真集になります。じゃあこの特色はどうして決めてんのという話になると思うんですけど、これは初版のですね、比較的初版本の保存状態のいい初版本の色を参考にして私決めてあります。じゃあこの墨文字、たったこれだけでなぜ墨をダブルにしてるのって話になったらば、こちらのですね、このシルクにですね、白押しですよね、これに負けない濃度を出してほしいということで、こんなちっちゃい文字だけでも2色にしてます。
このくらい町口さんのこだわり、あるいはそれに対する私が答えようとした結果、ここまで色数を使ったんですけども、で完成した写真集になります。多色刷りについては高根さん以前、はい、台湾国有の、はい、やりましたね、複製など今ちょっとここには資料ないんですけれども、それも、まあ、いわゆる10色以上12色、で印刷をしたりとか、はいはい、そんな製版設計がこちらに少し影響があったり。そうですね、やはりですね、私が、まあ、私は恐縮です、24歳か5歳ぐらいの時から42歳ぐらいまで20年近くずっと来る日も複製をやって、403件です、件数403件、点数はもっと多いですよね。一つが冊子のものは、冊は一つが12、3枚入ってますから、それこそ600件ぐらいのものを5、600ぐらい複製をやってますんで、ですからそのある意味複製の技術が、特色も技術が生きてます。ちなみにですね、こちらのこの映画、来年4月公開になると思うんですけども、その辺で私が印刷場でこちらの写真集を刷ってる時にその場で特色の色を直した場面が入ってますから、ぜひ興味ある方はですね、ぜひこちらの森山先生のドキュメンタリー映画も見てください。よろしくお願いします。東京印象館 YouTube で特色の、まあ、超肉なんて僕ら呼びますけれども、はい、超肉の動画などもアップされておりますので、興味ある方はそちらもご覧になってみてください。はい、では続きまして、先日ですね、誠に残念ながらご逝去されました、機械博夫様の、写真集、こちらペルソナの最終章になります。こちらも機械さんには何度も東京印象館、印刷現場にも足を運んでいただいて、その際にはですね、うちのオペレーターの、写真などもね、はい、撮影していただいたりとか、そういった機械さんとの交流なども含めて何かこうお話をいただければと思います。そうですね、まずですね、最初に機械先生と私写真集を作ったのはですね、あれ2003年になるんですかね、はい、創始者さんでペルソナという写真集を作りました。これはですね、トリプルトーン、墨、グレー、紅調墨、色ニスで作りました。そのトリプルトーンで、トリプルトーンプラス色ニスで最初のペルソナというのを作ったんですけども、この時にですね、まずですね、最初思ったのは、どうすれば、まあ撮影場所は浅草だって言うんですけど、確かに浅草なんですね、見る限り。私も浅草何回か足運んでますけど、場所も分かります、撮影した場所も分かります、分かるんですけど、どうすればこういう、ちょっとこう、言葉にですけど、こう、興味をそそるというんですかね、なんか、ちょっと普通の人と違うなというような方が、なんでこれだけ先生写真撮れるのかなっていうのが、まず疑問が湧きましたよね。で、いろいろ話をこう聞いても、いや、高根さん、毎日別に一人撮れない、全然撮れないこともあるんだけど、ずっと待ってると、なんか皆さん来てくれるとか見つけられるんだよっていうことをお伝えしてたんですけども、だからやっぱりそこで、なんか一種独特な機械先生のこの、なんていうんですかね、こう雰囲気というのが、やっぱりそういう方々を寄せつける、引きつける雰囲気というのはあるんでしょうね。で、やはりですね、一番のその機械先生に対する印象というのは、こうなんとなくこう、つかみどころがないというか、私から見ると、悪い意味じゃないんですよ。どうすればこういう写真撮れるんだろうとかっていう興味は非常にありました。それでですね、まず入校会議の当日を迎えるんですけども、ペルソナですね、2003年。今でも覚えてるんですけども、先生がですよ、タレさん、僕ね、ずっとね、新木さんという PD と写真集ついてきたんだよ、相性いいんですよ、だからもう今回新木さんもリタイアしちゃってるから他の人ということで、タレさん頼むんだから絶対負けないもの作ってというようなことを言われたんです。初対面ですよ、私、いや無理ですとは言えないから、はい分かりましたって言うしかないんだけど、分かったからにはどうやったらこの写真集がいいものが作れるかとかね、あるいは以前その新木さんとやった写真集を徹底的にルーペで網手を見たり、特色の色を見たり、製版設計、少なくとも読み取れる製版設計を見たりとかですね、暗部の濃度、黒の濃度、墨の濃度どのくらいで吸ってんだとか、とにかくその前の PD とやられた写真集を研究というんじゃないんですけども、徹底的にこう自分なりに印刷上に関連することを調べてみました。それで私なりに結論を出して、おかげさまで2003年のペルソナも
素晴らしいのができた、ありがとうって言われた記憶があります。非常に私もその時はちょっとホッとした、あるいは嬉しかった記憶がありますけども、あと一つ話をしておかなきゃいけないのがですね、そちらに奥村さん、さっきっていう写真を紹介してもらいます。はい、よいしょ、お願いします。こちらがですね、機械先生と私最後にやった2019年にやったシャンティという写真集なんですけども、まあ機械先生、あのお亡くなりになる前にですね、やはり最後こう入院して治療しては投薬治療しては自宅で待機してっていうのを繰り返したんですけども、先生、まあ本当の話だいたいそうですね、ちょっとオーバーな言い方しちゃうと2日に1回、まあ休みの日とかは1日2回とかってなんですけど、まあ2、3日に1回って言い方がいいのかな、電話が来るんですよ。話はいつもそんな変わんないんですけど、その時にですね、最後に、いやー高谷さん、僕入院するのにさ、あんまり本持っていけないんでシャンティーだけ毎回持っていくんだよ、でシャンティーを見ながらですね、電話しながら、電話いただきながらですね、いやー高谷さん、このシャンティーはいいね、これ誰が見てもこれいいと思うよと、素晴らしい写真集になってます、なってるよって何回も何回もおっしゃっていただきましたね。それとこれは後日談で、あの先生からではないんですが、あのお付き合いのあった編集の方からお聞きした話なんですけども、先生最後までこれをですね、枕元でご覧になって楽しまれてて、最後は病院に検本してくれという話で終わってて、最後病院に検本してらしいですという話を聞いてますし、本当に残念で、まあ、私ある意味機械先生とは、プライベートでもそういう意味ではお付き合いがあったんで本当に残念なことなんですが、でも先生に一応全てこのシャンティも一つ前のファイナルペルソナもですね、こちらもですね、喜んでいただけて、いやーいいねこの写真集はっていう形でですね、先生とお仕事できたことを私に自分に対してある意味私は誇りを持ってます。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。で高谷さん、あのこちらのシャンティ、先ほどお話しいただきましたけれども、はい、あのイロニス、はいはいはい、我々よくあのダブルトーンですとか、はい、特に高濃度の墨を使うような印刷物の場合、はい、表面の保護ですね、擦れですとか、はい、を防止するためにニスのご提案することが多いんですけれども、はいはい、基本的には僕らニスは透明ニスですね、あの作品の色を変えないように、はい、透明なニスというのを、はい、考えるんですけれども、はい、特にこの機械さんの写真集において、はい、色ニスっていうのはどういう意味というとちょっと言い過ぎでしょうか、はい、あの設計でお考えになってたんでしょうか、はいはい、私の中ではですね、やっぱりその例えばこう機械先生といろんなお話をされて、例えば機械先生のこう人間性っていうかね、いろんな先生との会話、あるいは過去の作品集写真集の延長、あるいは経験というものをですね、こう考えてですね、全て色に使ってます。やっぱりそれがもちろん先生のご要望、機械先生のご要望でもあるんですが、私の中でも機械先生のイメージに、写真のイメージ、あるいは写真表現に近づける大きな要素があると思うんですね、ウェイトがあると思うんですね。でも具体的にはですね、例えば2003年のペルソナファイナルシャンティでもですね、全てですね、色ニスのデリケートな色味のバランスは変えてます。例えばですね、ペルソナファイナルですねについて言うとですね、もう本当に種明かししますよ。だいたいこう 100g 単位で全てのインク足して 100g になるように調肉して、実際にはそれをキロ単位で作るんですけど、このインクでです、この色ニスがですね、 100g の中で 98.9% 98.9g は透明ニスです。で、黄色が 100g の中に 0.9g 入ってます。0.9g 黄色です。で、0.1g が紅です。で、残りの 0.1g が墨です。ほとんど透明ニスの中に 0.9g の黄色のインクと 0.1g の紅と 0.1g の墨のインクです。それで表情はガラッと変わりますから。やっぱりある種この名部側がですね、少しその色にその効果がグッと際立ってきますから、写真面の硬さもなくなりますし、吸った瞬間こう柔らかみが出てきますよね。ですからそういう形で色にすを機械先生の写真集では
使用してまして、ペルソナ、ファイナルペルソナ、シャンティ、すべてイロミスの調合グラムは変えてます。はい、ありがとうございます。まあ、機械さんに何度も先ほど申し上げたように、その弊社印刷オペレーターの写真を撮っていただいたりしましたけれども、そのこれはですね、機械先生立ち会いの時にですね、いらしていただいた、いらしていただいて撮っていただいた写真です。私も写ったり、オペレーターも写ってますけども、これあの当社のですね、あのパンフレットにしてます。ありがたいことにも機械先生に撮っていただいた写真です。はい、こうなります。デジタルでの撮影というふうに伺いましたけども、ね、ありがとうございます。もう本当にお付き合いをさせていただきましたけれども、はい、作品にお手伝いできてよかったと思っております。では高根さん、ありがとうございました。はい、今日あのご紹介させていただく、写真集については以上になります。であの繰り返しになりますけれども、今ご紹介しました、写真集の一部についてはですね、このバーチャルアートブックフェアのサイトにおいて販売もお手伝いさせていただいておりますので、ぜひ皆さんそちらからのご購入もご検討ください。はい、よろしくお願いいたします。また、昨日ライブ、まあ、これもライブですけれども、昨日ライブで高柳が、Photoshop のチュートリアルなんかをご案内させていただきました。その関連動画もいろいろアップしております。今イロミスで申し上げたインクの調合ですとか、ダブルトーンとはどういうものなのか、どういう設計を行っているか、ちょっと踏み込んだ内容の動画もございますので、ぜひ皆様よろしくお越しください。よろしくお願いいたします。では以上をもって前半、ご紹介の方を終了させていただきます。ありがとうございました。